米大リーグ、ドジャース大谷翔平のそっくりさんコンテストが日本時間24日、現地ロサンゼルスで行われた。さまざまな層が集結、1位のそっくりさんは賞金17ドルを持ち帰った。全く似てないと逆に驚き、まみこさんに女性も登場した実際のコンテスト映像。白 T シャツに黒のパンツを着用した大谷に、茶色のジャケットを着用した大谷。 ドジャースのユニフォームを着用した子供の大谷などがまさかのコンテストに集まった。どの人も似ていないが盛り上がっていた。米専門メディアドジャースネーションは公式 X に2024年大谷翔平選手そっくりさんコンテスト優勝17ドルの賞金も獲得。と映像を公開している選考基準のわからない面白コンテストに日本のファンからは むしろボード持ってる女の子がマミコさんに似てるんです。鍛えてるな W 体格はいいけど似てないよ腕が似てるななどの声が上がっている。